美容業界の問題に対して、要はホットペッパービューティーって大きい海から魚を釣ってるような感じなんですけど、うん、また魚を海に戻しちゃってるんですね、うん、それが今のサイトの状況なんです、ね、それをまた戻してしまうことによって、またテーブルに乗せていっちゃってるんですね。そこでまた釣る人を探してるっていうのが、これがクーポンの仕組みだと思うんですね、うん、だからダンピング合戦が進みすぎて美容業界の売り上げが値減りしていくのと、さらに新規集客っていうのは他の店の失脚なんですよ、うん、そもそも悩みがあるお客さんに対してその価格で向き合うのは美容師さんに負荷があるんですね、うん、絶対その最初のカウンセリングってめちゃめちゃ時間がかかるんですよ、うん、さらに安い値段を提案していかないといけない、流動客に対してそもそもコストをかけすぎっていうのが美容業界の大きな課題なんです、うん、そこに対して真剣に美容師さんが向き合うのは、顧客をもっと大切にすることによって新規集客しなくてもいいサロン作りを目指さないといけないんですよ、うん、でも失脚したら新規が来るからいいやっていうサロン経営されてる方が結構たくさんいる中で、こういったことも解決していきたいなっていうので、異業種とのコラボレーションっていうのが、美容業界だけではなく異業種からの売り上げを美容業界に持ってくることによって、サロンのスタッフさんの給料をたくさん取らせてあげたいっていうのが、まあ僕の目的です、はい、異業種とのコラボレーションって、例えばその具体的にどういう感じで、はい、あの今話を聞いているとその美容業界の感じかなっていうふうに取れるんですけど、異業種とのコラボレーションでその収益を上げるってどういうふうな、なんかもうちょっと詳しく聞きたいな、まあ、大手企業さんでも、もう飲食店メーカーさんとか、製薬会社さんとか、結構たくさんあの美容業界のお客さんに対しては、例えばマーケティングしたいなって思ってますね。そこに対して今までは広告代理店に全て頼んで、広告代理店がこうなんとなくの僕は情報だと思うんですけど、美容業界の情報って、正しい情報って結構たくさんあって、お客さんと密に話してる中でアンケート回収をさせていただいたりとか、そこに対してサンプリングをする、サンプリングの目的とか話ができると思うんですよ。でもただ単にそういったことに対して、まあ、お金が発生しない限り一生懸命そんなこと説明はしないですし、でその中でシステムの中だけでもそういった商品の説明をさせていただいたり、そういったことによって広告だったりそういったものが入ってくるものをサロンにお配りするっていう形ですね。美容室の中の、例えばこのナチュラーさんのサイトに、例えばうちの会社の、まあ、5000人の顧客さんがいてて、はい、この中に他業種の、例えば製薬会社の、わかんないですけど、なんかサプリメントを売り出したいけど広告としてこの中の5000人のところに打つみたいな、はい、そんなイメージです。そうです。で両方にお客様もそこから購入閲覧したら、そこにお客様にもポイントがつき、はい、そっちの製薬会社の方にもポイントがつくみたいな、はい、あ、なるほど。そういうのもサロンさんでも選べることができますし、はい、その顧客が選ぶこともできるんで、あの見たくない情報が貼り付けられているのが一番サイトを離脱する原因になっちゃうんで、そういった意味では離脱させないために、はい、自分の目的に応じたジャンルでそれを取り組んでいけれるように今企業もまあ拡大中ですね。